遅かった。ちょ待って待って待って、え、なに笑ってんの、笑ってんの、じゃあお前笑ってるやん、すなんか飲もう、お前ほら、ちょちょちょ、じゃあこれ、あ、ごめんや、お前うるせえや、ケンケンチン、チン、どうげるな、もう入るから、どうげるな、今じゃねえから、お前どうげるな、それには今じゃねえから、どうげるな、今さっきだろ、一回、一回押すな、主任だよな、おい、どうげるな、後輩いるから、後輩の前でそんなダセースが乗せんねん、今じゃねえ、な、終わってから、終わってから、どうぞ先にパック、刺さって終了、ネージ今じゃねえだろ、おい、死人だろ、おい、今じゃねえってこと、札幌すすきののホストクラブナンバーナイン札幌にて1周年を祝う周年祭が行われていた。営業開始から大きな盛り上がりを見せていた店内だったが、一人不機嫌な男が、ちょっとなんか舐めとる後輩おるから、うん、ちょっと一回ホストとしての接客業、うん、みたいなちょっと一回指導するところをちょっと取ってもらおうかな。はいはい、今多分見て、あの見てもらって分かる通り、めちゃくちゃ激込みやし、脳がどういう風に動くかみたいな、まあインカムとかしてていろいろ指示は出してるんだけれども、あの動きが悪かったらやっぱりちょっと厳しい言葉で、ね、あの言わなきゃいけないから、ちょっと行ってみます。乗せていいけど、お前あいつ減ってるやろ、動かんかよ、はい、まあ舐めとんか、この日の客の流れの遅さに不満を持つココアは、従業員にも強く当たる場面が見られた。その後も他の客ではシャンパンコールが鳴り響く。一番高い前に大パスさん入れてくれてありがとうございます。まあ、僕は、まあ、表彰式、年間表彰式を遅刻するような、まあ、問題児なんですけど、まあ、それはまあ僕は表彰されないから、まあ別にね、俺別にそこに立たないから、まあいいかなみたいな。半分勢からそっかつよ。今年度の売り上げはもちろん当たり前に僕がその壇上に上がって、まあダラダラと日向日向さん並みに飾りたいなって。僕、まあ、マイクコールめちゃくちゃ下手なんで、まあ今もそうだけど、まあこれからバンバンシャンパン入れていただいて、マイクを練習させていただきたいなって思ってるんで、これからもバンバン俺にお金使って俺を男女で楽しくください。優勝、優勝。そして最後は代表でもあり、この日が誕生日でもあるランマが高額オーダーをし、ラストソングに輝いた。はい、どうもね、今日はありがとうございます。周年ということで、ね、こんな盛り上げてもらってね、キャストのみんなありがとうございます。で、女の子のみんなシャンパン入れてくれてありがとうございます。これからもね、もともとナンバーナイン札幌は盛り上がっていくんで、その先を見てください。お願いします。優勝。そして営業終了後、この日の反省を行うミーティングで事件が起きた。まあまあ全然様子だけ撮るだけ、雰囲気でいきましょう。使えない部分は切るね。お疲れっす。スペースで、現在がです。で、残りね、6日間で日々はい、あ、どうぞ。1時たって1分に俺は正解したけど、去年と同じ間違いやってるよ。ラスト終わったけどね。はい、ね、いや、普通に意識的な、やばいし、みんなだらだら被ってるのも含めたら、まあね、本数、まあ、1本だったけど、いや、自分がラストって、やるって感じや。ラストだったら何でもありかな。大変だったら何でもありか。ちょっと、遅かった。ちょっと待って待って待って、え、なに笑ってんの、笑ってんの、じゃあお前笑ってるやん、なんかあんの、
なんかんの。いや、自分が、ね、代表でしょ。なんかんの。代表でしょ。なにね、あの、遅れて遅かったです。ね、みんな言えやね、送り出しは遅い。言えるんかい。ここほんだら、あら、一周年みんなやりましょうみたいな。あ、いいよ。だるいよ。ね、みんな、あなたのこと信じて、ね、ついていってんのよ。お前、自分のイベントが何でもありかい。いや、違う。違うな。はい。ね。あ、なんかお前、これ。ちょっと、あ、ごめんよ、お前。うるせえよ。チン、チン。動画の後輩いるから。動画の今じゃねえから。お前、動画の後輩。それ今、今じゃねえから。動画の今さっきだろ。一回、一回押すな。主任だよな。おい、動画の後輩いるから。後輩の前で、そんな脱線数が乗せんだよ。動画の今じゃねえ。な、今じゃない、どうじゃねえよ、どけ、今じゃねえから、分かった、ネジネジ大丈夫、ネジちゃん大丈夫、お前今じゃなくていいの、ネジちゃん二人とも酔っ払ってからね、ね、おげおげちちちちさ、おげおげ今じゃ、一回そうです、なんで調理じゃこれ、いや、あ、いいよ、あ、今じゃない、あ、いや、ゴーコアさんも意味よ、いや、シャンパンなんだ、でもあるけん、送り出せよ、マジで、あ、いいよ1分、あ、いや1分とかではない、俺の話、俺は常に言ってっから、後輩の前です、おい、誰の腕つかんでねん、お母さんの前、誰の腕つかんでねん、これ、まあまあまあ、ちょっと福岡さんも大人になっていいよね、一旦、これやばろ、いや、役職者の前だったら分かるけど、いや、もうあっち行って福岡さん、頼むわ、行ってね、一回もつけましょう、お前さ、いやさ、おかしくない、送り出しはマジ遅いから、一回ね、バイバイするってやばいっす、投げてもらいますからね、はいはい、よいしょ、おかしくない、普通になあ、俺、天のは違うだろ、あ、いいからいいからいいから、おかしいだろ、話せば分かる話、おい、イベントだったら何でもいいんかよ、お前ら守ってきてるんでしょ、何でもいいんかよ、今じゃねえだろ、大丈夫だな、何でもいいんか、今じゃねえ、来いよ、普通についていけねえわ、普通に来いよ、今度は話あるな、来いよ、来いよ、終わってから、終わってから、先にパック、ささっとしゅうで、ささっとしゅうで、後輩いるじゃん、今じゃないじゃん、関係ないんだから、しゃあないと、みんな送り出そうだから、いいよ、ほんなら、ひろくんにやってもらおう、俺かい、ね、普通に話そう、なあ、ほな、冷静に、それは、レジ、レジ、レジ、今じゃねえだろ、おい、死人だろ、おい、今じゃねえってこと、終わってからだろ、うん、うん、別に終わってからでいいや、一回、一回でも話そう、いかないと、おい、行くよ、おい、けだろ、実はこれココアが仕組んだサプライズドッキリ、最高、でもガチ切れだった、好きいいよ
作ってくれた最後に取れなかった。いいよ、取れなか最高。100% 取れなかです。やっせー、本当にごめんなさい。最後の、ごめんなさい、取れたか周年祭だけじゃ、取れたか薄かったんで、はい、最後にドッキリしようって。そうですね。だからランマとはずっとこう、この外でグツグツこんなにしてても、後半から行きましょう。いやもう行きましょう。で、今日という日はちょっと楽しみましょう。はい、多く語ることです。なんか、まあ反省点はあったと思うんだけど、今日はやめよう。うん、今日ね、最高な日で終わりたいね。はい、今日も一日でお疲れ様です。いつも問題ばかり起こるナンバーナイン札幌ですが、なんだかんだ仲良しなお店でした。ナンバーナイン札幌にランマ代表、お誕生日おめでとうございます。